今回は気軽に使える日本画絵の具についてご紹介していきたいと思います。日本画絵の具ってにかわを溶いたり絵の具を練ったり自分で作らなくてはいけなくてなんだかとっても面倒くさいななんて思ってる人はいませんか？すでに作られていて水を加えるだけで使える日本画絵の具をご紹介していきます。にかわやでんぷん質などを調合したメディウムに顔料を練り合わせたものをプラスチックのケースや小鉢、チューブなどに詰め合わせたものがあります。例えばこちらの鉄髪ですね。こちらは陶器製の小鉢に絵の具を詰めて販売しておりますので全部使った後なんかはねこの小鉢を絵皿として使ったりすることもできるのではないでしょうか。こちらは顔彩です。鉄髪よりも小さめのケースに入っております。よく使う白色とかはねすぐになくなってしまうので箱でセットで売ってたりもしますけれども単品で買い揃えることもできます。こちらはチューブタイプのものなので自分が使いたい分だけチューブから絵皿に絞って使うことができます。こちらのメーカーですとにかわが別についていますけれども例えばちょっとにかわを多くして透明感を出したいなっていう時は自分でね調節してさらに加えることができると思います。箱で、ケースで売ってる場合もありますけれども自分の好きな色を単体でどんどん増やしていくこともできます。ここからはですね、個人的な視点でどんな時に便利なのかっていうのをご紹介していきたいと思います。まずはこちらの顔彩なんですけれども、とてもコンパクトで軽いので、例えば旅行に行った時とか、そうでなくても電車に乗ってちょっとスケッチに行きたいななんていう時に、リュックにちょこっと入れて持っていくことができると思います。ただ、ケース自体が小さいので、大きめのハケとかね、鉛筆は使うのはちょっと難しいかなと思います。小筆が適しているのではないでしょうか。こちらの鉄髪は、例えば絵手紙とか絵画を描くのにでもいいですし、それから大きな紙でもですね、小さな部分だけちょこっと色をつけたいなっていう時には適していると思います。あとはね、顔彩とかですとちっちゃいケースなのでよく使う色なんかすぐなくなってしまうんですね。例えば白だけは鉄髪を使うというような形でもいいのではないでしょうか。あと筆もね顔彩よりも鉄髪のサイズの方が幅広いので小さいサイズの小筆から少し幅のある平筆とか鉛筆でも小さいサイズのものだったら使えると思います。こちらのチューブタイプのものはですね、この3タイプの中で私が一番扱うタイプなんですけれども、どこが便利なのかと言いますと、例えばすごくいいインスピレーションとかアイデアが湧いた時に絵の具を作っている時間がないとか、そういう時ですね。すぐにチューブから絵皿に絵の具を出して大きな画面でもね、たくさん出せば使えます。大きな絵皿を使えばですね、そこに絵の具を足して小さな筆から大きなハケまでとても幅のある使い方ができると思います。あとはチューブなんかはどこかに持っていかなくちゃいけない時とかでも割れたりとかする心配がないので、そういったところもいい点だと思います。今回はご紹介できなかったんですけれども、この他にも棒絵の具というものがありまして、どのように使うのかと言いますと、絵皿に墨をするようにして棒絵の具というものをすっていくんですね。そして絵の具を溶いていくわけなんですけれども、水を足しながら指でこすって溶く人もいます。持っているんですけれども、
あんまり使ったことがなくてですね、記憶に残っているのは固定模写をするときに古い色を出す古色を作るときに使った覚えがあります。でもとても透明感のある綺麗な色だったので、いつかまた使ってみたいと思っています。日本画お稽古、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回は気軽に使える日本画絵の具をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。私は本画を描くときは絵の具を一から作るんですけれども、とても時間がかかる作業なので、例えばアイデア段階のものとか、ちょっとスケッチしてみたいなというものは、このような顔彩とか鉄髪とかチューブ絵の具を使っています。皆さんも興味が湧きましたら、ぜひトライしてみてください。そしてまたいろんな日本画についてのことをご紹介していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方もしてみてくださいませ。それではまた。今回は日本画の絵の具を紙などの支持体に接着させるためのメディウム、にかわの溶き方についてご紹介していきます。いろんな種類のにかわがありますが、今回は3000本にかわを使って説明していきます。にかわをタオルなどに包んで、思い切りこのように曲げて砕いていきます。今ポキッという音がしましたが、結構力を入れないと砕くことができません。細かく砕けたら、使う分だけ瓶に入れてふやかしていきます。だいたい割合としては1対10ですね。3000本 10g だったらお水が 100ml ぐらいです。3000本にかわは1本がだいたい 15g ぐらいになります。ただこちらのにかわの水との配合はですね、人によって様々で、その人の作風の違いによってもにかわが多かったり水が多かったり、それからその季節の湿度や温度などによっても変わってきますので、こればっかりはね、お手本というか正解というのが示せないので、皆さんが使っていくうちになんとなく感覚で覚えていくものだと思います。にかわ鍋に直接ふやかしてにかわ液を入れて溶かしていく方法もありますが、私はいつもこのように湯煎をして溶かしています。すでに一晩置いてにかわをふやかしてゼリー状になっていますので、お湯が温まっただけですぐに溶けてしまいます。沸騰させてしまったりとか、あまり温めすぎるとにかわの接着力が弱くなってしまうのでご注意ください。不純物などはあまり入っていたことがないのですが、一応おすすめとしてはこのようにろ過して使ってくださいというふうになっています。原料は牛の皮や骨から抽出されたコラーゲンなので、ものすごく精製されたものは食用のゼラチンとして用いられているみたいです。添加物などが入っていない天然のものなので3日ぐらいしか持ちません。冷蔵庫で保存しても夏場はもうちょっと持たないかもしれないですね。ですからあらかじめ作っておくというよりかは、絵を描くその日にですね、
合わせて前の晩に煮皮をふやかしておく、そして少しずつ作るというのがいいと思います。日本画お稽古、最後までご視聴いただきありがとうございます。今回は日本画絵の具に欠かせないメディウム煮皮の溶き方についてご紹介しました。なんだかお料理番組のようになってしまいましたけれども、またこの煮皮を使って絵の具を作っていく過程をご紹介していく動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録をしてみてください。それではまた。今回は日本画でよく使う絵の具、水皮絵の具についてご紹介していきます。ざっくりシンプルに説明しますと、胡粉や土などが原料となっていまして、天然色のものもあれば人工的に染められて作られたものもあるようです。水平絵の具とも呼ばれていますが、泥絵の具というふうにも呼ばれています。絵の具の名前も水皮勾配、水皮白緑とか水皮群青とか顔料の名前がついていたり、もしくは土絵の具として天然と書いてあり、敦煌黄土とかそういった場所の名前がついていたりもします。それでは早速やっていきましょう。今日作る分だけ作るようにしてみてください。何でもいいですが、紙を2つに折りまして、その間に水皮絵の具の使う分だけ挟んでいきますね。そして筆でもいいですし、何か筒状のものでこんな感じで転がして細かく砕いていきます。はじめはゴツゴツとして転がしにくいと思いますけれども、だんだん滑らかに転がせるようになってきたら、だいぶ細かくなってきていると思います。この後に皮を入れて溶いていくときに、水平絵の具の粒子が大きかったりすると指で潰すときに力を入れて大変だったりするので、この時点でなるべく細かい粒子に砕いておくことがポイントです。細かくなりましたら絵皿に移し、そして煮皮液を少しずつ加えていきます。この時にたくさん入れてしまいますと粒子と煮皮が混ざりにくくなってしまいますので、ご注意ください。ただいま早送りでご紹介しています。指で練っていますと食感的に粒子の大きさは分かりやすいので、だいたい粒子の粒々がなくなって滑らかになってきたなっていうところが練り終わりの頃になります。練り終わりましたら、今度は水分を少量ずつ加えていきます。今度は練るというよりかは溶くという感じですね。こちらも早送りでご紹介しております。絵の具を溶いている時も水をたくさんいっぺんに入れてしまいますと絵の具の粒子と水が混ざりにくくなるので、少しずつ入れるように気をつけましょう。煮皮と水の量なんですけれども、例えば絵の具そのものの色を濃いめに出したいという時は水分を少なめにしますし、水で描くようにふわーっとした感じで描きたい場合は水をたくさん入れたりして調節します。人によってそれぞれの分量があると思いますので、いろいろ試してみてください。水平絵の具の注意点なんですけれども、日持ちがしませんので
今日作ったら今日使い切るというような感じで、乾いてしまったものは使わないようにしてみてください。日本語お稽古、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回は日本画絵の具の水平絵の具の解き方についてご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。また別の動画で違う解き方をご紹介していきたいと思います。それではまた。前回に引き続き、日本画でよく使う絵の具、水平絵の具の解き方についてご紹介していきます。こちらの解き方は指ではなくて乳鉢を使った解き方になります。肌が敏感な方や指に傷がある方、指に絵の具がついて染まってしまうのがちょっと嫌だなという方は、こちらの解き方をおすすめいたします。それでは乳鉢に今日使う分だけの分量の絵の具を入れていきます。そして力を入れすぎず、軽やかにすりながら粒子を細かくしていきます。この時力を入れすぎてしまいますと、水平絵の具のつぶつぶが乳鉢にひっついてしまって、後でにかわと混ざりにくくなりますので、優しく軽やかに回していってください。粒子が細かくなってきましたら、次ににかわ液を少しずつ加えて練っていきます。この時いっぺんにたくさんのにかわ液を加えてしまいますと、ダマになってしまいまして、余計に練るのに時間がかかってしまいますので、面倒くさいかもしれませんが、少しずつ少しずつ加えて練っていきましょう。練るときは軽やかにするという感じではなくて、少し力を加えてかき混ぜていくような感じですね。粒子の粒々感がなくなって滑らかになってきましたら、今度は水を加えていきます。この時もいっぺんに加えますと混ざりにくくなりますので、少し加えて溶いていく、少し加えて溶いていくを繰り返していきます。均一になってきましたら出来上がりです。溶き上がりましたら絵皿に移して出来上がりです。一度作った水平絵の具の水分が飛んで乾いてしまいましたら、品質が劣化していて、それを使うと画面が剥離したりすることがありますので、使う分だけ作るようにしてみてください。今回はふわーっと紙全体に広がっていくような水で描くような表現にしたいと思いましたので、少し水を多めに入れて作ってみました。日本画お稽古、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回は指で解くのではなく、乳鉢を使って解く水平絵の具の解き方をご紹介しました。いかがだったでしょうか。解き方第3弾の動画もアップしていきます。それからこの作った絵の具を使ってもみ紙という古典技法を引用した動画もアップしていきますので、よかったらチャンネル登録をしてみてください。それではまた。今回は何か代用になるようなもので日本画の絵の具を練っていきたいと思います。今回使う絵の具は雲母という日本画絵の具で、キラキラと光を反射するとても綺麗な絵の具です。こちらにタイルがありますけれども、
これは絵付けなどに使う顔料と接着となる溶液を練っていくときに使うタイルとパレットナイフですね。こんなもので代用していきます。こちらのウンモという絵の具なんですけれども、粒子が平たくてふわふわと軽くて割ると飛びやすいので、息を吹きかけたりとかしないようにお気をつけください。ニカを少しずつ加えながら練っていくんですが、すごく軽いので、どちらかというと水皮絵の具よりもたっぷりとニカワを使って練ることがポイントです。こちらのウンモという絵の具だけでもとても綺麗な色が出せるんですけれども、例えば胡粉とか他の水皮絵の具にちょっと混ぜたりしますと、ほのかに光を反射するのでとても柔らかい色を演出してくれるので、私はよく使っています。金泥とかを使いますと高価なものなので、広い画面にたくさん使うとなるととても勇気がいると思うんですが、このウンモは価格帯が低いので安心して思いっきり使うことができるので、おすすめの絵の具になります。絵の具が練り終わりましたら、お皿の方に移していきまして、お水を少しずつ加えていきます。例えば、金色を強く出したい場合は、水はあんまり加えなくてもいいですし、水で描くようにね、ふわーっと柔らかい感じにしたい場合は水をたくさん加えるなど濃度を調節してみてください。今筆を絵の具を溶くために使っていますけれども、例えばずっと使っていて毛先がパサパサになってしまったりしても、絵を描く筆としてではなくて他の用途でも使えたりするので、捨てずに取っておくと何かと重宝します。日本画お稽古、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回は身近にあるもので代用してお道具として見る方法をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。今回作ったこのウンモの絵の具を使ってもみ紙という技法を紹介した動画を作りましたので、もしよかったらそちらの方も合わせてご覧になってみてください。それではまた。今回は胡粉の溶き方についてご紹介したいと思います。胡粉というのは日本画でよく使われる白い顔料のことで、ニカワと合わせて練って溶いていきます。原料は何かと言いますと、牡蠣やハマグリなどの貝殻からできておりまして、
もともと呉の国から伝わったと言われ、鉛白が使われていましたが、日本の風土に合わせて貝殻を使うようになったようです。それではやっていきましょう。乳鉢に今日使う分だけの胡粉を入れて、殻ずりをしていきます。煮皮液を少しずつ入れて練っていきます。いろいろなやり方がありますが、その一例をご紹介していきます。乳棒でかき混ぜているうちに、だんだんとボソボソっとしていきます。なんだかお蕎麦やうどんの作り方に似ていますよね。ボソボソとしていたものがくっついてきてまとまりが出てきたら、そろそろ団子状にしていきます。百叩きということをしていきます。さらに団子を叩きつけまして、空気を抜いていきます。そして煮皮と胡粉をさらになじませていきます。ひびが入って乾燥してきたら、煮皮液を加えながら細長く伸ばしたり丸めたりしながら、煮皮と胡粉をなじませていきます。滑らかになってきて、耳たぶくらいの柔らかさになってきたら、そろそろ水を加えて溶いていきます。粒子がつぶつぶで残っていたりしますと、後で乾いた時に剥離してしまったりしますので、時間がかかるかもしれませんが、丁寧にゆっくりと溶いていきます。今回は乳鉢と乳棒を使って溶いていますけれども、絵皿に胡粉のお団子を入れて溶いていく方法ですと、指の触覚でつぶつぶが残っているとよくわかるので、そちらの溶き方もおすすめです。編集により時間をかなり短くして紹介しておりますが、実際にはかなりの時間溶いています。粒子のつぶつぶ感がなくなって滑らかになったら出来上がりです。使う分だけ皿に取り分けて、濃度を調節して使うようにしてみてください。
今回は牛乳ほどの薄い濃度に作ってみましたが、それぞれ何をどのように表現するかによって調節してみてください。日本語お稽古、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回は語文の解き方について一例を紹介いたしました。この他にもいろんな解き方があります。語文の種類も様々で、下地用のものから仕上げ用のものまで、それぞれの表現によっていろいろと語文を使い分けていきます。貝の種類やどの部分を使うか、それから粒子の細かさによって色なども変わってきます。今回は下地用として花語文を使ってみました。それではまた。今回は岩絵の具の溶き方と使った後のにかわ抜きについてご紹介していきます。にかわ液を岩絵の具に少しずつ加えて、絵の具の粒子を包み込むように丁寧に練っていきます。にかわの量は少なすぎると乾いた後に画面から剥がれ落ちてしまい、にかわが多すぎると今度は発色が悪くなったりとか、ひび割れが起きたりします。水を加えて溶いたら出来上がりです。岩絵の具を使った後、余ったらそのまま捨てずに、絵皿に熱湯を加え、かき混ぜて、にかわを抜いていくと、また再び使えるようになります。岩絵の具の塗り方についてはまた別の動画でご紹介いたします。それではまた。